この CD でお話ししてくださっている斎藤ひとりさんは銀座マルカンの創設者で納税日本一として有名な方ですまた人生を幸せに生きるための本をたくさん出版されていますそれではごゆっくりお聞きくださいはい皆様お待たせいたしました斎藤ひとりさんです 大きな拍手をお願いいたしますはい、えー、聞こえますか えーっとね今日はあの千秋楽ですごくね、えー、ウキウキしてるっていうか <laughs> <laughs> あのー、なんか楽しいことばっかし考えてると楽しいことが起きるのねそれで「俺の人生って面白い人がいっぱい出てくんな」と思って。 この前あの行きつけの歯医者さん行ってたらね歯医者さんがこうまあそこの歯医者さん面白くてさあのすっごいその自信のなさそうな先生がいるのね。<laughs> それでねすっごくねやりながらね自信なさそうに言って一回こう歯抜いたらその歯をなんかこうね差し込むとくっつく人がいるんだって。 で、先生、それやろうよ」っつったらね「いやめったにくっつかないんですよ」っつって言「<laughs> いやいや,いやそれ面白そうだからやろう」っつって,言ってでやったのをしたらね「なんか何人かに1人しかくっつかないんだ」って言うあ、それだったら絶対俺だから大丈夫だよ」<laughs> でやろうやろうって。でねこうなんかものすごく自信なさそうにやるから「先生それじゃだめだよ」と。 「もうちょっと元気出そうよ」とかって言って <laughs> でそんなことやってるとねだんだんお客さんいなくなっちゃうよっ,て言ったらね本当にだん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 いなくなってね <laughs> それであの歯、はあ、治療して穴開けて神経のそばまで穴開けてねそれでその先生がね何日か前にね 今日で閉めることになりましたっていうのね <laughs> お,かおかしいじゃん <laughs> で、俺の歯はどうなんだって <laughs> <laughs> でね、痛いわけ <laughs> で、何件か隣の歯医者さん紹介してくれて行ったらね、すっごい混んでるの、そこは で、ね、自信満々なのね <laughs> そこの先生。それで俺の歯治療してで治療したけどほらまだ簡単に言うとは何て言うのかな神経のそばまで削ったからあの神経取るっていうから取らないでっつったらあの取らないでやってくれたんだけど神経のそばまであんまり削っちゃうとね歯が神経がしばらく起こっちゃうっていうの痛くなっちゃうのね。 で、それが一週間ぐらい前でじゃあその先生がね「いや俺実はあの渋谷公会堂で講演会があるからさそれまでにこれちょっと痛み止まらない」って言ったら、ね、自信満々でね「今日いらっしゃい」ってうの午前中。で行ってねガーッて余計やってくれて余計痛くなっちゃって。<laughs> <laughs> で普段ね 痛み止め1錠飲むとこう2錠飲んでも治んないんだよねでいやその先生もよくいろいろ説明してくれてあれなんだけど人間ってこう自信なさそういや両方ともさいい先生ほんとにいい先生なんだけど同じあれでもねだからあの看護師さんでも自信なさそうに注射打たれるとさ嫌じゃない。 でこのとこう面白い人いっぱいいるなと思ってねで「これから講演会始めます <laughs> <laughs>、えー」今日の話は相当めちゃくちゃですあの <laughs> 最後ですからね、えー、と私も言いたいことを言ってすっきりして終わりたいなと。<laughs> えー、ただちょっとねあんにくが腫れてるからねほっぺた噛んじゃうのねだからちょっと話聞きづらいかわかんないけど気にしないでね俺は痛くもなんともないのねただ痛み止め飲み過ぎてボーっとしててねただ面白いんだけどあの痛い時に痛みがこう消える時って快感ね <laughs> また歯ってね困ったもんなんだけどあの。 腰が痛いとかってのはこういう格好してると大丈夫とかってあるんじゃないはって永遠と痛いんだええ今日はね昔話したんだけど覚悟の話今日これ最後だと思ってどうしてもこれだけ聞いといてっていう今日どうしても言いたいことがあるからね、えー、まあとりあえず覚悟の話。 えー、よく、あのー、天国言葉いいなとかね私は愛と光と忍耐です一日100回ずつ毎日言ってなとかっていうとねまれにだけどね言ってるんですけどあのいいことないんですって人いるの、うん、でいいことなくても言ってなってで笑顔にしてなって笑顔にしてりゃいいんだよなそれで あのいいことなくてもいいからいいことあったような顔してなって、うん、あの面白くなくてもいいから笑顔にしてなとストレスがたまるって人がいるの。うん、でストレスたまったら病気になっちゃえばいいじゃない <laughs>、うん、でで,でもっとストレスためて死んじゃえばいいんだよな。<laughs> いやそれで何言いたいのって言うとねあの嫌なことあ椅子が変わんの <laughs> <laughs> 出世したの <laughs> <laughs> それでねあの。 嫌なことあったら死んじゃい,なっていや死んじゃえばいいんだよなってなんでかっていうと嫌な顔して否定的なこと言って地獄言葉ずっと言っててあんた気持ちいいかわかんないけど周りは困るんだよ。あの地獄言葉だら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 撒き散らしながら長生きしようなんてとんでもないよ。<laughs> あそういう人は死んじゃった方がいいんだよなって。 死んでもやるぞぐらいの気持ちになると奇跡って起きるんだよ。あのうまくいかない人ってね何でも覚悟が足んないんだよ。本当だよ。だからねなんかこうここでいろんなことみんな勉強すると思うんだよな。でも人生がうまくいかない人ってね覚悟が足んないんだよ、あのー。モテない人っているじゃん女に。 いや、女の人もだよいるでしょってあのモテない人ってさあのうまくいかない人モテない人特徴はねビビクビクおどおどどでねあのビクビクおどおどしてる人を好きになるような人っていないんだよね。で会社行ってもあの就職 試験やなんかで何回も落とされちゃう人ってねビクビクした波動を出してんの。で直せっつってんじゃないの俺堂々としてると分かんないいや本当に分かんないんだよ人間ってねあのみっちゃん先生うちの人たちってね最初しゃべれなかったの。でね心臓こうドキドキするとか心臓が口から出ちゃうとかって言うけど <laughs> 分かんないの。 だから、ね、平気な顔していると平気に見えるんだよ。わかるかなだから何かやる時って覚悟を決めてあの心がドキドキするなんていうのは止まらないんだよな。ドキドキしてないふりをすればいいの。で人間って大概ふりでいいんだよ。あのよく冬幽霊にやられちゃう人っておっかのわりなの。らいばりでもいいからしてるとね平気なんだよ。 人間って人の心がよく分かるって分かんない絶対分かんないんだよ <laughs> 絶対分かんないんだから本当に平平気気な顔してれば平気なんだよ、うん、だからみんなでね平気な顔してなでそういう訓練してるとだん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 そのうち慣れちゃうのでそのうちに平気になっちゃうでこんなこと言うとおかしいんだけどさあのさっきソカロさんという方が1ヶ月で1,000個を 注文取ったったてののね、クリームの、ね、と中に1個の人もいるんだよ。いや文句言ってんじゃないんだよ俺は。でも同じものだよな。同じものなのに1個と1,000個って1,000倍の違いがあるんだよね。でなんで1,000倍の違いが出るんですかと物は同じなんだよね。売ってる人が自信なさそうに売るんだよ。 顔顔につけるんんだだよよ自分の顔って大切なんだよ具合の悪いところに塗るってさその人にしては決心なんだよ。それが自信なさそうに言うとそのものまで自信なく見えるんだよなあの。だから自信なさそうに人と接しちゃダメだよ。で何かやる時ってね覚悟を持ってやらないとうまくいかないよ。あの 俺は中学校しか出てないんだけど早く出て得だと思ってんだよ。で損だと思うとなんかそんなようなおどおどした何かが出んだよな。俺たちの頃あの背の高い男がモテたんだよ。足が長いとか。だけど俺なんか横になれば同じだと思ってるから全然そのことにあのなんか <laughs>。 問題はね中学しか出てないより中学でを気にしてる方が問題があるんだよなわかるかな気にしちゃダメなのだって早く世の中出たら得なんだと思ってる人間って得な人生を送れるんだよ。でねみんながそういうふうに育っちゃったのは親とか周りの人がそうだからなんだよ。 わかるかなあのみんな正直だからさ心が顔に出るんだよないやそれがうまくいかないんだよなって前あの容疑者のっかってさいやいや容疑者のっかって帯広から札幌まで行ったの。で札幌から新潟まで行こうと思ってね そしたら朝札幌に着いたらね新潟行きの飛行機があの結婚になってたのそれで俺はあジンギスカン食べてそれで今日はすすきのにでも遊びに行こうってワクワクしてたの。 帯代に恵美子さんいるから恵美子さんのとこ電話したの飛行機は結婚しちゃってさーって言おうとしたのそしたら向こうの会社の人が飛行機は結婚になったのいち早く察知して「今恵美子さんが札幌に向かってもうじき着きます」っつうので「俺はすすきの屋遊びに行こうと思ってんのに <laughs> 恵美子さんが来るわけ」で「なんで来んの?」と思ったけど 来てくれんよかった寂しかったんだって言ったのねだからいやいや人間ね思ったこと全部言ってたらこの世の中大変なことになっちゃうんだよ <laughs> みんなもね少しねここはねハラハラドキドキしても堂々としてなきゃ駄目だなとかしないとうまくいかないよ。それで、みんなが教わって ことってさ親とか周りの人が教えてくれたんだよなでその人たちってうまくいってなかったんだよ人生わかるかい多数決でも間違いは間違いなんだよで俺はうまく人生いってるんだよ この世の中うまくいってるってことは自分が例えば看護婦でもこの薬はすごく効くんだって自信持って人の体に打つんだよな。わかるかいクリームだってこんだけいいもんなんだからって自信持って売れやいいのに自分に自信がないからって言ってると相手の人ってクリーム見てんじゃないんだよ。必ず相手の顔見てんだよ。でこの成分何入ってんですかって聞かれるって言うけど。 成分なんか説明したと分かんないんだよ。いや何言ってるのあんたを疑ってんだよって。であんたがおどおどするかどうかを疑ってんの。だこれ中身何入ってんの知らない裏に書いてあるでいいの。<laughs> <laughs> <laughs> だって聞いたって分かんないもんな。<laughs> えー、今覚悟の話したからさ。 いや覚悟の話、これだけら。な <laughs> んでもね、覚悟がいるの。えー、うちね。俺、兄弟七番目でね。またうちの兄弟喧嘩強いんだよ。で。筆で、ね、すぐ俺一番下で体力もないから、やられちゃうんだよね。とうちの兄貴がね、言うこと。 お前世の中こんな甘くないぞって言うけど世の中出てったらあんな人見たことない俺 <laughs> だからね世の中出てったらね楽で楽でしょうがないのだからねあんまり楽しようと思って出てくと苦労するよこの世の中ある程度厳しいもんだと思っていくと何でこんなもんかってなるからねある程度あの ななんていうのかな厳しいもんだと思って覚悟して出てけば意外と楽あのー、京都に MK タクシーっていうのがあってねそこの人なんか韓国の人が朝鮮の人がよくわかんないんだけどどちらかの人なんだけどあのすごいのはね俺たちは日本の人が9時間寝るなら自分たちは5時間でいいんだって。 日本人が米食ってんなら俺たちは麦でいいんだっつうんだよね。で何を言うのかと思ったら「人の国行くってそういうことです」っつうんだよね。あの日本人だってハワイに最初に移民した人だろうがブラジル行った人だろうがものすごい苦労してるんだって。で人の国行ってなんとかしようっていうのは大変に決まってんだっつうんだよね。でなっからそういう覚悟でやってるから苦労の話がないんだよね。 だから覚悟が足んないやつが絶対苦労話するの。でね苦労話してるやつって大したことないよほんとに。俺ね子供の頃ね大人の話聞いててねこんな苦労してあんな苦労してって苦労話ずっとしてんのねで結構東京で出世して金持ちの人なんでで戦争中こうで戦争中で誰誰だって苦労したんだよ で、「あんたが金儲けしたのっっつったら石屋でそこのとこ石を置いといてそこが値上がりしたんですって「で全然苦労してねえじゃねえか」ってね。<laughs> いや本当にそんなもんだよ。えー、だからねみんなね何かやる時ある程度覚悟してやらないと何にもできない。だからここで今日いろんな花江ちゃんからいいことを座ろうがだからいいことを座ろうが何やるったって覚悟がいるんだよ。 で、覚悟した方がいいんじゃないかなと思うの俺人相見だからわかんだけどねうちの人たちってねここへ優しいんだよ優しいのはやめる必要ない財産だからただ優しいだけじゃダメなんだよ本当にそれだけで通ると思ったらちょっとダメなんだよなで今から定めの話ね <laughs> 人にはみんなね定めがあるんだよ。前世やってきたこととかな今世やったことで定めが出てくるんだよ。じゃあ定めって何ですかって言った時いろんな事件とかいろんなことが起きるんだよな。で俺たちなんていうのかなこの親じゃなきゃ魂が成長しないとかこの兄弟じゃなきゃ成長しないとかこの旦那じゃなきゃとかな。 この奥さんじゃないと修行になんないっていう人と結婚したり職場もそうこうやって呼ばれるんだよそこへ修行になるやつが待ってんだよなでそうすると俺たちっていうのは定めに流されてんですかって言うとそうじゃないんだよみんなが100の定めがあるとしたら実は100の意思があるんだよで定めが100で意思が100だとプラスマイナスゼロになっちゃうから 自分の好きなとこ行けるんだよだから本当は前世あの人と結婚するはずだったけどあなたはこの人と結婚したとかって話あるよね。ということはあの人と結婚するはずの人をこっちと結婚したっていうことは定定めめを変変ええたんんだだよよねら定めは変えられるんだよいくらこの人と一緒になる定めだったって絶対嫌だってあれと一緒になるだら首吊っちゃうとかっつったら絶対なんとかなるんだよ。 で定めがうまくいかないって要するになんてうの定めもいい定めならいいけど大概は定めってろくでもないんだよだけど一生懸命勉強してたらこれ明らかにあっちよりこっちの方がいいっていことになったら定めだろうがなんだろうがこっちの方がいいって覚悟しちゃったら絶対なんとかなるんだよ。 石も100あるとなんでその意思が使えないんですかっと覚悟がないんだよわかるかなうちの親も俺のこと高校行かして大学行かしてってって普通に考えてたので俺行きたくないから嫌だってたのその代わり嫌だって言ったら絶対苦労するんだよ親って大概子供に苦労させたくないんだよわかるかな だから親の言うことと聞いいてると苦労しないんだよただよた面白くねえんだよ <laughs> 親は苦労させたくないんでさ面白く生かしたいわけじゃないからなからみんなね何かやる時ねちょっと覚悟してごらんそしたら大概のことは何でもできるのそれでね何かねうまくいかない人の特徴ってね目立っちゃいけないとかねわかるかな なんかね出る杭は打たれるとかくだらないことばっかり言ってんだよなでそんなこと言いながら出世したやつとかいるんですかとか幸せになった人いるんですかって本当はそんなのいないんだよただ大勢がそうだからそう言ってんだよなってあのね正しい答えって少なくても正しいんだよでここでしっかりみんな勉強するってことは勉強したんだよね 勉強しても周りを見て周りと同じことをするんだったら勉強なんかいらないんだよ。ほの子から周りと同じことをしてりゃいいんだよな。だから本当はそれじゃ納得できないからわざわざここまで来たんだよな。わかるかいだからこれから話す話って何でもいいからこれからいいことを教えるから教えても覚悟がなきゃできないよ。で覚悟ってちょっとすればいいの。 で自分には覚悟なんて縁がないと思ってる人いるけどねあの覚悟ってね大した問題じゃないの俺は笑顔にするって決めてんの今日俺歯痛いんだよ <laughs> 痛いんだよ歯痛くたって痛きゃ痛みの目を飲みゃいいんだよなかる1錠飲んで聞かなきゃ2錠飲みゃいいんだよなかるかいで俺が「歯痛いんです」ってここで悲しそうな顔したってみんな困るだろ ね、だからさっき恵美子さんが「一人さんってすごいね」って「歯が痛かろうが何だろうがやるったらやるんだね」やるったらやるよ」ってみんな1,000円しか払ってないか分かんないけど電車にかかってもな飛 <laughs> 行機で来た人がいるんだよな。だからやるってそういうことだよなってで何でもそうだよあのねいいことするにも覚悟がいるんだよでそのことって大切だよって俺はみんなね 今からあの、あ定めの話分かったよな。要は、定めっていうのは弱い定めの人は意志も弱いんだよ。だけど、すごい定めを持って、要するに、ひどい定めの人っていうのは、本当は五百の定めがある人は五百の意志があるんだよ。で、それをぴったり同じにしない限り、神は絶対この世に出さないんだよ、人を。だから、 「私はこういう定めで」ってずっと悲しい話いっぱいしてるけど本当にミット強そうな顔してるの。<laughs> お「本当なんだよ」あのねこの前福井から来た人がねあのなんか旦那にはひどく言われて子供には言われて働きに行くといじめられるんだってだからもう何十回って就職口変えてんだってで今焼き鳥屋に行ってんだけどいじめられるからやめるんだっていうのね。 でなんでいじめられるの?」って言うと「遅い」って言われるんだってだけど生で出すわけにいかないから <laughs> あのだから「あんたね生で出したらもっといじめられるよ」でいじめられる人の特徴ってねすごい強いのに弱いふりしてるの。 でね、本当に弱い人っているのそういう本当に弱い人は弱くしてるとうまくいくの神がつけてくれたもん通りにやればいいのでその人ねこうなんか鎧でも着せたらすごく似合いそうなねむし顔してんの、うん、それがね弱そうにして被害者みたくしてこう話してるとね俺でもムカついてくるんだよね だかららねあななたもっっと強くなってごらんそしたら旦那さんも喜ぶし子供も喜ぶし強い人は強く生きたら絶対幸せになんだよ。神がつけてくれた通りに生きればいいんだよ。あの杉の木はまっすぐ育つんだよ。松は曲がってんだよ。わかるかいあの松の木の偉いとか杉の木の真ん中に植えても曲がるんだよな。 人間はそうじゃないんだよ周りがまっすぐだと自分もまっすぐになんなきゃいけないのかと思ってつがまっすぐになろうとするんだよな。松は曲がってなきゃダメなんだよ。でそれを周りを見て周りがそうだからっていうけど人間ってそうじゃないんだよ。強そうに生まれた人は強くなれば絶対幸せになっちゃうんだよ。 あの試しになってこらんってり立つとね今まで暴力振るってたような旦那がおとなしくなっちゃうで、なんでかというと強い女が弱いふりすると弱い男が強いふりするの。で本当は強くないからせいぜい暴力振るぐらいしかできなくなっちゃうだから本当にそういう人が「旦那が別れようたら別れましょう」って言ってごらんてそてこロっと変わっちゃうの。 あのー、弱い女の人は弱くしてら幸せになるって言うけど弱い女っていないよ。<laughs> <laughs> 本当に。<laughs> あのね野球の選手の奥さんでもね旦那がスランプになったらね優しい声かけちゃダメだよ。あのね あんたプロなんでしょって球来たん打ちなさいよって <laughs> 打ったらねハンドバッグも買えるし家も建つんだからとだからね大概いい,いい選手の奥さんって怖い顔してんのあのね優しくされると崩れてっちゃうあのなんか野村監督の奥さんのも強そうでしょいやほんとだよああいう人見るとね男ってしびれちゃうもんあのジョン・レノンの奥さんとかってさ ああいう人見るとね、男って痺れちゃうなんでかと,うとね男が優しいっていうのは優しい女が好きってのはお母ちゃんのことなのお母ちゃんって叱ってくれるじゃない学校行かないって言っと叱ってくれたりだから結婚すると奥さんに全部お金渡してお母ちゃんと呼んでお小遣いちょうだいって始めるんだよね <laughs> 子供なのだから叱ってくれる人を優しい人だと思ってるの。 で男を優しい本当に男って優しくしたら働かないからねあの男ってそういう生き物じゃないんだよだから,あのほら好きでもない人に好かれたことあるだろそう好きじゃないからズバズバ言うだろそう相手ってしびれちゃうんだよね <laughs> <laughs> ますます好きになっちゃうところが好きな人だと弱いふりしちゃうんだよねだからうまくいかないんだよ 男は強い女が好きなの。でその強い自分のために叱ってくれる人を優しい人って呼び方してるの。だからただあまりにも決めつけちゃうとみんなが帰りづらいだろうから例外 <laughs> 例外がいてね、えー、本当に優しい人って優しくしてるとねおとなしくしてるとね助けが出たりね。 ところが優しくしてていじめられるようだとしたら自分は強い顔してこう鏡見てみな泣き顔とか似合わないの <laughs> これからね二つこの前も同じ話したんだけど最後に絶対これ必要だからねもう一回だけさしてあのね この人いい人だからね本当に言うけどね欲持たないと駄目なんだよ欲がいけないって言ってんのは欲って神がつけたんだよ神がつけたものに間違いはないんだよ神は完璧なんだよで欲を捨てなさいっていうのは宗教家か道徳家が言ってんだよであんた神を信じるんですか道徳家を信じるんですかっていやどっちでもいいよって あなたたちが言ってるのは神のことじゃないよねってだって神はいらないものをつけるわけないんだよ。あの自分が体の具合悪くなった時ね自分最近欲が残念んじゃねえかなあの向こうのスーパーまで行くとね卵が5円安いとかって行く人いるじゃんあれ下駄減ると下駄代の方が高いって話があるんだよな。 ところが5円向こうの卵安いからって行く人って元気だよ。でねそろそろ子育ても終わったしとか家も建ったしとか一安心したにに病気になるんだよ人間ってね欲張ってる時ってならないんだよ病気にならないんだよ。でなってもいいからあの 考え方を変えたら病気治るよって言ったらね私のどこが悪いんでしょうそこが悪いんだってね。<laughs> <laughs> あのね病気して1日1万円ずつ払うんだったらここでおかゆ食ってる熱海の旅館行きゃねタイだとか鍋だとか出てくるじゃない。いや病院が行けなないじゃいんって俺ってんじゃないんだよ。俺って あの入院して何十万もかかるんだったらシャネルのバッグ買った方がいいやとか考え方変えないとねだめなんだよだって日本人ってね戦後ね最悪の状態の時冷蔵庫が欲しいだとかテレビが欲しいだとかいろんなこと言ってた時今より環境って最悪だったんだよ。それなのに病人って今より少ないんだよ。 俺たちの頃今あのほら口の中で舐めると真っ赤になっちゃうのはないじゃないだけど俺たちのこの駄菓子屋で売ってたやつは発がん性なんとかで全部今そんなのないじゃないだって俺たちベロ真っ赤にしてたけど誰もがんなんかなんないよだって今発がん物質なんか全部なくなったんだよそれなのに増えてんだよねそれなんかおかしくないってでなんかおかしいって言った時ね 欲がなくなくってるんだよあのねキリストだってね世界を愛で住みたいって大欲だったんだよ。ね釈迦だってみんなから苦というものを拭いたいっていう欲があったんだよ。人間欲があるからやるんだよ。あのこの中で「私は無欲ですけどやる気十分ですよ」よいるい,いないだろう」うだって「いや無欲のやつってやる気もないんだよ」。 最近若い子でね会社で出世すると大変だから出世したくないとかって言うんだよそういう子がいっぱい出てきてんだよ出世もしたくないけどバリバリ働いてますっていないよやうねえんだよねそういうやりもしないやつが会社に来てること自体その会社がおかしくなってくるんだよわかるかいそういうとこから税金もらってる国もダメになってくるんだよ でだん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 この国が駄目になってきてみんな満足ですって最近彼女いらないっつうんだよで彼氏もいらないっつうの車いらないんだってでね最近ねなんかねなんかこうインターネットでやると彼氏とか彼女が出てくるんだってでそれとお話ししてると楽しいんだって。<laughs> なんか何もないとこで恋して「エイアーラブ」っていうらしいのねで俺ねこの前ねえー、なんかこれから優秀な人の精子をとっといてだから結婚しなくても優秀な人の精子をとっといてそれを受精すればいいんだとでそれが精子が売れるようになるんだひとりさんのなんか高く売れますよって。<laughs> 俺金いらないからさ人工授精じゃ直接に直接受精にして今さ <laughs> 今更お金もらってもしょうがないからね <laughs> あの女の人はね今より必ず綺麗なんだよ今よりちょっとでも綺麗になったら絶対幸せになるので神はそういうふうに作ってあるの で髪型だとかお化粧だとか着るものだとかで家の中に綺麗な人がいるだけで服の髪がいるのと同じなの。で、ね、男の人は綺麗な人からモテること考えるの。だってどうせだったら綺麗な人がねだって誰かに恋すんだもん。でどうせだ恋すんだったら一人さんがいいって言ってくれると俺嬉しくなっちゃうんだよな。<laughs> だから、ね、みんなね欲捨てちゃだめだよあの具合が悪くなってきたり何かあったら最近欲が足んねえんじゃねえかなちゃんと女としてきれいになろうとしてるだろうかあのね病院にしてもねリハビリやりたがんない男の人っていっぱいいるのでそういう人ってね奥さんのこと好きなので奥さんがそばで面倒見てくれってずっとそのままなの 歩けなくなくっちゃうのあれが外に彼女の3人もいてみな <laughs> もうリハビリなんか,かもう医者がもうちょっと休んでなさいって,ってやっちゃうんだから <laughs> だからねあの本当の理想って理想じゃないよあの理想の旦那とかって頭で描くでしょで理想の旦那って会ったことないでしょ <laughs> ってことは理想かどうか分かんないんだよな あのすごく素敵な男性で自分だけを見つめててくれて本当にそんなにうざったくてしょうがないよ <laughs> <laughs> そんなの嬉しくもなんともないよええー、一番いいのはね奥さん自分で綺麗になんなとね自然とこれほっといたら浮気するなと思ったら絶対奥さん大事にするんだよ 旦那だってそうなんだよあの男ってね家族のため子供のため夢を捨てていくの。で捨てて捨てて捨てていくんだよね。どんどん魅力がなくなる最後に自分が捨てられるんだよ。<laughs> で「俺はこんだけ家族のためにやったのに」って言って魅力がないんだよな。魅力がなくなったらダメなんだよ男だって。 あのね男ってね女の人もそうだよ私綺麗なんだ好き見てたら浮気するようじゃなきゃダメなんだよ旦那もそうなん俺お前が好き見てたら浮気するぞってでそのぐらいの緊迫感がないとダメなの <laughs>、はあ、よくねお互い空気みたいのが一番いいってそれだったらいらねえじゃねえか空気抱いて寝れないよね <laughs> だから健全なる欲を持ってもっと長生きしたいもっとモテたいとかね女の人だったらハンドバッグ欲しいとか、ね、もう一個欲しいとか女の人がね男より長生きなのはね欲張りだからだよほんとにで男の方が欲がないから早死にしちゃうんだよだって女の人ってねデパートほど欲しいんだもんだって あなたがいたら何にもいらないとかって次の生命保険とか入れさせんだよね <laughs> だすごい人たちなんだよな <laughs> だから長生きするよねってだけど男って夢捨てて夢捨てていくと最後も荷物見たくなっちゃうけど魅力ないよなってだから男は男でもうちょっと魅力出して頑張んなきゃなってそれはそれで欲だよなって。 俺今一生懸命喋ってるけどさみんなのために喋ってるんじゃないんだよ。俺も楽しくななきゃ嫌なんだよだみんなが楽しくたって俺がくたぶれてたんじゃしょうがないもんなだから俺も楽しくみんなも楽しくってさわかるかいだって俺にとって大切な一日だもんなでみんなにとっても大切な一日じゃない。でその中で欲を持たない限り絶対この世の中は面白くないよ。 で欲を捨てなさい特に金の欲を捨てなさいっていやつが出たらあんたの金絶対狙ってっからね <laughs> 俺はあなたたちから別に金取ろうと思って大体俺のが金持ちだからな <laughs> でなんで幸せになれないんですかって勉強もするの性格もいいのそれなのになんでみんなうまくいかないんですかって欲がいけないと思ってるの。 これ絶対やめなあの欲がいけないってのは働かないで金が欲しいとか銀行ごとしたいとかだってみんなまともに働いて自分で物を買うんだよもっと働いてもう一個買おうっていいに決まってんだよね今年に旅行一回行ったから二回行きたいとかいいんじゃないのってでねでね誰だってね浮気心ってあるんだよでバレないようにやんなきゃダメだよ <laughs> でともかくバレたら謝るしかないんだよねそ <laughs> れで次のチャンスをまた狙うという <laughs> この前ね恋しな恋しな,恋し,な恋して幸せになるよっつったらね「私また主人に恋してみます」って盛り下がることを言うな <laughs> もうちょっと盛り上がることを言いな <laughs>。 みんな,な欲持つんだよ。神は欲をくれたの。だから欲は悪いものじゃないんだよ。欲張って強盗しようとかそんなんじゃないんだもん。ここにいる人なんかそんな悪い欲書くような人いないんだよ。で最後にもう一個な。あのななめられちゃだめなんだよ。あのなめられながらな幸せになることなんかできないんだよ。 でここに来てる人みんないい人だけどみんな舐められてんのいや本当なんだよ舐められたらだめなんだよ舐められたらね正しいこと言っても聞いてもらえないんだよ1たず1は2っつったって聞いてもらえないんだよ舐められちゃうと本当にそうなんだよだって笑顔の方がいいに決まってんだよ、ね、愛のある言葉の方がいいに決まってんだよそれを人に言っただけでね 変な宗教でも入ったんんんじゃねかかとか言うんだよ、ね、なんでそういうこと言われるんですか?」「なめられてんだよ」「あのー、この前この話したらちょっとこれ過激だからテープから削除しようかなと思ったらこの前いや今日来たらね今日その話で救われました」って人がいてでその話はねなんかねこれ人から聞いた話なんだけどあの。 女の子とねスキーに行ったんだって泊まりで一つの部屋で泊まってだよで旅行まで行ってんのに何にもさせないんだって舐められてんだよ、ね、<laughs> 本当だよよね本当そういう時はもう雪の中に置いて帰ってきちゃうぐらいの <laughs> あのなめられたら 愛は生まれないよだってこの男には何してもいいと思ってんだよな旅館台からなんか全部出させて同じ部屋に泊まってね手も握らせないでいいと思ってんだよな至上 <laughs> 式だよな <laughs> いやそこまで嫌だったらいいね泊まりで行かなきゃいいんだよな嫌だって言えばいいんだよ日帰りなら行くけど泊まりは嫌だって言えばいいんだよなだからなめられてんだよって俺が言うのとねみんなね 優しくしてりゃモテると思ってるけど舐められたらモテないんだよ。だってあんたより優しくない男とかろくでもない男にどんどん女取られちゃうってのはどういうわけなのって。だからね舐められちゃうとダメなんだよって。それから、まあ、クリームの話今日してっから言ってクリームだけの話じゃないんだよ。友達にな言おうが何しようが誰も買ってくんないっていう人いるんだよね。あんた舐められてんだよって。 だって親友だと思ってた親友ってずっと付き合ってんだよそれがたった5,000円のものもあんたから買いたくないってなめられてんだよいや本当なんだよでどうしたらいいんですかっていうとね脳に「威張っちゃいけないなめられちゃいけない」って一日何回も言ってくとねすっと答えが出るの。なめられちゃいけないっていうのが入ってないんだよ 分かるかな脳の中に入ってないの。あの羊ってね、羊同士で角を突き合わせたりなんかやってんだよ。そのかわし、ライオンが来ると戦ってるあの羊とか見たことあるないんだ、あれ、ライオンが来たら食われるとしか脳に入ってないんだよ。分かるかいだから、舐められちゃいけないっていうのが入ってないんだよ。 ここが問題なんだよで親の代からずっとそういう育てられ方してるんだよ。だからいじめられる子ってねおとなしくていい子なんだよ。ただなめられちゃいけないっていうのが教わってないんだよ。だいい子にしてればいいんだと思ってんだよ。だいい子にしてるといじめるやつがいるんだよ。だからみんなちゃんと子どもの教育やなんかして「お前なめられちゃだめだよ」って。 あのうちの社長なんか一番最初に金のロレックス買いなとかって言うのねで金のロレックスだろうが何だろうが時間は同じなんだよ <laughs> 本当なんだよ、ね、ただこの世の中ってはったりもいるんだよみんな覚えときないいで,でね <laughs> 同じ1,000円の服買うんでも高そうに見えるもん買うんだよなんでかっていうとここにいる人は勉強するんだよ 勉強するってことは人の上に立って指導するんだよ。指導する人間がなめられてたらだめなんだよ。よく精神論者の人ってね、あの、なめられても怒っちゃいけないだとか、ああじゃないとかってずっと言うんだよ。なめられながら気分なんかいいわけないんだよ。俺なんか自分がなめられても頭へ来るんだよ。 だけど俺の弟子が外でなめられてると思っただけで頭いくんだよ。<laughs> 勉強もしてる人もいいしなみんな愛があるんだよだけど大概ね俺の弟子さんの子あの学校時代いじめられてましたとかそういう子多いんだよ。なんでいじめられんのって。 親がねみんなと仲良くやるんだよはいはいっつってればいいんだからそんな教育ばっかりしてんだよだから脳になめられちゃいけないが入ってないんだよ俺たちは羊じゃないよ俺たちはね人間だよだから平気でねいじめるやつってね雑巾の水飲ましたりんか平気でするんだよふざけんなよ俺たちはいじめられるために生きてきたんじゃないよ 特にこんなにいい人いじめちゃいけないんだぞ。だけどいじめられる方も悪いんだよ。お堂々としてんだよ。堂々しとしてみよう。心臓なんかバクバクしてたっていいんだよ。分かりゃしねえんだからなも <laughs> <laughs> ともかく堂々としてるの。ね。でいじめられたら警察行くとか対処の仕方はいくらでもあるんだよ。で強くない限り正義は絶対通らないんだよ。 正しいいことも通らないんだよよくね天国言葉一生懸命言ってんだけど誰もやってくんないんですとか一人さんの教えを一生懸命話しても誰も聞いてくんないんです。あんたがなめられてんだよって言い方が悪いんじゃないんで鼻からなめられてんだよ。欲持たなきゃいけないなめられちゃいけないこの二つだけ覚えて帰んないと。 いくらここで勉強しても何の役にも立たないよ。で脳の中に舐められちゃいけない。い,いかえばるのもいけないんだよ。あのえばってるやつってのは舐められたくないからやってんだよ。なめられてるやつよりはましなんだよ。だけどえばるってかっこよくないからな。 ばっちゃいけないしなめられちゃいけない頭に何回も何回も一日100回ぐらい言ってっとね自然となめられない顔になってくんのなめられるやつってなめたい顔してんだよ <laughs> <laughs> えー、本当はこれで終わりなんだけどさ、えー、もう一個だけ話そうか。<laughs> 「今日はね、えー、5時半で終わろう」ってじゃないとねみんな帰る人がね飛行機の時間とかこの前もねちょっと長引いちゃったらさ話の途中にみんなね寂しそうに帰ってくの。でなんかそれ見てたら「今日みんな早口でしゃべろうな」<laughs> <laughs> <laughs> えー、夢の話します」。 えー、夢ってこう夜中見るやつなあのね嫌な夢見ることあるよね例えば殺されそうになる夢見るとかね夢の解釈っていろんな解釈の仕方があるのだけどいいかい夢ってさあなたが見たんだよねってことはあなたの中から出てきたんだよなだから何言いたいのかというと あなたにとってあなたに不利なことは絶対しないんだよ。で夢で殺されそうになったから正夢ですかとかって言っちゃだめなんだよ。不利なことは絶対起きないんだよ。だから殺されそうになるってことは殺されそうになったんだよな。で本当に殺されるんじゃないかと思ったんだよね。ってことはこの世の因果が一つ消えたんだよ。 でいいことが起きたらいいことが起きてよかったって言えばいいんだよ。で、この夢はどんな夢でとかって分析してどうのこうのってやるけどそんな必要ないんだよ。なぜかというと人間っていうのは強く思ったことが起きるんだよ。で、なぜあなたたちが幸せになれる人となれない人がいるんですか思いが叶う人と叶わない人がいるんですかって言った時。 私は愛と光と忍耐ですって例えば言ってるとするじゃん。ん自分が愛と光として生きたらどうしたらいいんだろう。それから自分って斎藤一人という人間が生きてることでみんなの役に立ってるだろうか。でこのことを問いかけた時にそうだ俺は曲がりなりにも一生懸命働いて食べて,てるし人が役に立つからクリーム一個でも塗ってるし知ってること一個でも人に話してるし。 俺は少なくても人の役に立ってるなと思ったら、神は絶対悪いことを起こさないんだよ。例えば、本当に悪いことが起きているように思っても、ひねくれるとか、自分の目的忘れるとか、俺たち幸せになるっつって生まれてきたんだよ。だから人の幸せをお手伝いするっつって生まれてきたんだよ。 でそのことさえ忘れなければどんな困難が来ても絶対その困難って消えてなくなっちゃうんだよ人生でもそうだよ夢でもそうなのでこういう夢見たからああですこうですとかいろんなこと言うけど関係ないの,あの写真撮って前もここに俺骸骨が出た写真出たんだよ写真撮ったらここに骸骨いるんだよなで俺の頭かじろうとしてんだよ で気にすることがいけないんだよ。で何を気にしてるんですかって。気にしてるってことは神の過護がないんだよなって。なぜ神の過護を信じられないんですかって自分が愛と光として生きてるかいって。わかるかいいろんなことあんだよ今日だって俺だって履いたまればいろいろあんだよ。 だけど俺は俺のペースで喋って楽しいんだよ。わかるかい今日だってみんなの役に立ったんだよ。みんなはみんなで俺から聞いた話でよかったっつって帰っちゃダメなんだよ。聞いたことの中の何分の1かでも誰かにドミノのごとくこうやって幸せをお渡ししてるんだろうかって。その信念さえあれば夢で殺されようがあんなこと知ったこっちゃないんだよ。交通事故に考えようが知ったこっちゃないんだよ。絶対に合わないよ。 ね、それをね二言目には「こうでああ」で手相見にこう言われてとか「こう今年は運勢が悪くて」って「なんだよそれ」。いやななあんた自分のためにしっかり生きなよそれから人のために生きなよって本気で誰かのために生きてるって分かった時人は強くなるんだよ。 わかかるかい欲を持たないと自分が食えなくなるんだよ人の世話になんなきゃなんないんだよ人間欲張りで言えば欲張ってでもいいけどな自分も大切だけど人も大切なんだよ優しいっていうのはね自分に優しくて人に優しいよく自分には厳しいけど人には優しいですそんなやつ見たことないよ いるわけねえもん歌だって一曲歌って下手なやつは次も下手だよ <laughs> 優しいやつって誰にだって優しいんだよあ、最後にねい,いか。心は満ちてくるといろんなことを呼び寄せるんだよだからいつも怒ってるやつは怒ってんのが充満してんだよそういうやつが ラーメなぜかっていうとそのことで怒りたいんだよ飛行機の空港やなんかでもいつも機嫌の悪いやつの荷物が一番最後まで出てこないんだよだから頭へ来るって言うんだよそうじゃないんだ頭へ来てるからそういう現象が起きるんだよだからのべつ怒ってるやつはもっと怒る現象が来るんだよ 楽楽しししくてしょうががないいには楽しいことが起きるんだよ。人ってのはいろんなことを呼び寄せるんだよだから俺が楽しくしなそれから神がくれた欲もちゃんと持ちな欲ったってな働いてハンドバッグ欲しいとかさもっときれいになりたいとかそれ欲じゃないよ当たり前だよ当たり前のことまで放棄しちゃだめだよ 男は女にモテたいって当たり前なんだよ。早期しちゃダメだよ。女の人はもっと綺麗になりたい放棄しちゃダメだよ。人間の抜け殻になるよで。神はそんなこと望んでないよ。神様ってもっとね楽しく生きな。一人さん死んだ時聞かれるのはね二つだけ。楽しかかったか 人に親切に従いこの二つしか聞かれない俺は今日自信持って言えます私は今日楽しかったです <laughs>、えー、みんなもっといっぱい欲くもってもっときれいになってまた今日が最後の講演会だけど またみんなの顔が見たくなって、また会いましょう。どうも。ひとりさん、素敵な話をありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。